続いて日本からおよそ7時間インドネシア共和国。インドネシアは国民的に外食志向が強く、街の至る所に手軽に食べられる屋台が並んでいる屋台大国。そんなインドネシアの屋台飯を紹介してくれるのは、皆さんこんにちは、ジャカルタ生まれジャカルタ育ちの石井雄太郎です。え、日本人だ。コーディネーター歴5年、インドネシア人のお母さんと日本人のお父さんを持つ石井雄太郎さん。ここ首都ジャカルタでは屋台がいろんなところにたくさん並んでいます、うん、では今回どんなものがあるのか見ていきましょう。初レポーターに緊張しつつ屋台へ。あそこに何か屋台があります。見てみましょう。最初に訪れたのは、いらっしゃい、ガドガドはいかが。ガドガド、ガドガド。このすりこぎは竹でできているのよ。こちらがすりこぎで、こちらがすり鉢。このすり鉢は石からできています。独特なすり鉢で作る屋台飯、ガドガドとは。まずはヤシの樹液から作ったグラメラという砂糖とニンニク、唐辛子をすりつぶし、豆ペーストですね、ピーナッツペーストと水を加えてドロドロに。うわ、おいしい。これが何になるのか。なんだこれは。トウモロコシと、そこへ野菜を入れ始めた。でもなんかおいしそう。わ、これはすごい豪快なものができましたね。もうええの？なんかもうね、もう終わりそうだね、これ。多いな、ね。仕上げにゆで卵とエビせんを乗せて。ありがとうございます。で、こちらがインドネシアのガドガドです。何ガドガドって？ガドガドはインドネシアのピーナッツソースにかけたサラダみたいな。サラダ。サラダ。インドネシアの屋台サラダガドガド、そのお味は。野菜の食感とこの甘辛い感じがすごくマッチしてて美味しいです。そして夕方5時、インドネシアで1、2を争う行列ができる人気屋台があるという。するとそこには、わあすごいですね、これ。これは何でしょう。茶色い山が。これは一体。さらにアフリカの楽園と呼ばれるリゾート地で絶品屋台飯を発見。うわ、なんかいいっすね。世界のインスタントラーメンが当たるセカクラ D ボタンクイズ第2問。この後出てくるインドネシアの屋台で飛ぶように売れる人気の屋台飯は何だと思いますか？ D ボタンで予想してください。インドネシアで1、2を争う行列ができる人気屋台飯とは。わあすごいですね、これ。これは何でしょう。茶色い山が。これは。これはうちの名物ナシゴレンだよ。ナシゴレン。ナシゴレンか。なんと茶色い山の正体は大量のナシゴレン。もう出来上がってんだ。日本でも見かけるナシゴレンはインドネシア版のチャーハンみたいなもの。それがこの屋台では豪快に山盛りで売られている。それにしてもちょっと作りすぎのような気もするが。これから追加で作るから見てってよ。じゃあこれが派遣だ。この後ここで新たに作ってくれるそうです。こちらの店は創業60年を誇る老舗屋台。ディナータイムに飛ぶように売れるため毎回大量に作るのだという。そんな美味しいんだ。その作り方は、玉ねぎを炒めてますね。お、そしてお肉一バケツ。これは何ですか。何これ。ヤギ肉だよ。50キロ使うんだ。50キロ。豚肉を食べないイスラム教徒が多いインドネシアの人たちも安心して食べられる食材を使用している。すると黄色い液体を注ぎ込む。 何今の。今のは何ですか。パイナップルジュースだよ。肉が柔らかくなるんだ。さらに激辛のサンバルソースさ。サンバル、辛子ですね、唐辛子。インドネシア料理に欠かせないサンバルで味付け。これにスパイス、カレー粉ですね。カレーの匂いがします。すごいな、美味しそう。こん
なに肉入るんだ。さらに現地の醤油などを入れ煮込んでいると、わ見てください、マスケなせやません、いきなり鍋にご飯を投入。もう左の米もなくなってます ね、本当だ、なくなってきてる、大きなザルを使ってどんどんご飯を、一体何人前を作るのか。これ見てられるな。でも大量に作った方が美味しいんかな。なんか美味しそうに見えますよね、大量で。ご飯50キロだよ。どうやってやんの？下の方大丈夫？なんとご飯だけで50キロ。これ混ざる？さらにあの甘醤油、甘い醤油を。どう混ぜんの？さらに味を調整、大胆にぶっかける。かき氷みたい。味調整できてるかこれで。それをどうやってやんの？混ぜんの？ヘラがこれ大きいですね。いや上手。特注品のナシゴレン用のヘラさ。すごい。僕の顔ぐらいの大きさありますよこれ。大きい。混ざんの？ある程度混ざったところで。お。何？これは何やら入れてきました。これ何？これは何ですか？黄色い不思議な塊を投入。これは？マーガリンだよ。ナシゴレンの香りが引き立つんだ。うわあんな入れんだね。そして完成しました。こちらがナシゴレンクボンシリです。調理開始から1時間、混ざった、その重量100キロ以上の山のようなナシゴレンが完成。1時間だ。飛ぶように売れるため1日にこれを4回も作るんだとか。そのお味は、じゃじゃん、見てください、この量多いね。これ全部食べれるかな。容器の蓋にまで盛り付けるボリューミーな屋台飯のナシゴレン、一人前でなんと1キロ、美味しいです。カレーの味もして、そしてちょっと辛いです。ちなみにこの後30分かけて完食したそうです。多いな。ということで、インドネシアにはインパクトがある屋台飯がたくさんありました。